どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回は6体目の巨像を倒しに行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ今回はですね、水中戦ということで、多分ね、水辺の近くにはいると思うんですが、またちょっとね、間が空きすぎて馬の乗り方がわからなくなってる。じゃあちょっと調べていきましょう。どっちかな。あ、これ裏側だね。ぐるっと回っていきましょう。さあそして私ですね、まだね、あのトカゲをね、捕まえてないので握力が全然強化されてないんですよ。大丈夫かな。あ、トカゲだ、ほらトカゲいた。これじゃない、これだよ。あ、待って、あ、違う、おい、あ、どうやって捕まえるの、どうやって捕まえるの。あ、こうか。え、違うよ、違う。あ、待って、倒すのか、待って。お、倒したよ。これで、あ、トカゲの尻尾が落ちてるよ。あ、これで多分握力上がった。あ、やったー、倒して拾うんだ尻尾を。よかった、見つけられて。あ、またいた、ほら。あ、どうもう操作方法忘れてるからね。あ、この見えない。あ、オッケー、これでいいんじゃない。で、これか。オッケー。あ、ほら、またいた。ほら。めっちゃいる。オッケー。あ、なるほどね。尻尾を切断しているわけだ。オッケー。いや、これで3匹で一気に握力強化された気がする。ここじゃない?位置的には。泉の遺跡って言ってたもんね。え、そこって湖なの?ちょっと待って、見てくる。あ、やっぱりここだ。ほんとだ、泉だ。いや、てか私ね、怖いんだよ。水の中の巨大な生き物が苦手なんだよ、私は。やだな、めっちゃ水の中でさ。私、水の中のね、あの首長竜とか首の長い生き物が苦手だから。それ系だったらどうしよう。もう怖い、これは。よいしょ。あー、もうどうせいるんでしょ、どうせ水の中にいるんだよ、こういうものは。どうせ飛び込んだら上がってくるんでしょ、水から。あー、もう怖い。もう、やだやつだ。うわ、どうしよう。私が苦手なやつだ。何、ナマズ?あ、ナマズだね。あ、でも私まだナマズは大丈夫。あのね、首が長くて胴体があるやつが苦手だから変なこだわりがあるんだけど、なんだこれ。電気ナマズか、これ。ちょっと潜ってみるか。水面に泳ぎ出て巨像を誘い出すのだ。泳ぎ出てるよ。おお、ああ、すごい。あ、尻尾が出てる。あ、ダメだ。なるほどね、あの尻尾が出た時に多分捕まるんだよ。誘い出すってどういうことだ。あー、怖い。尻尾。来た。これ絶対当たっちゃいけないやつだから。で、尻尾が上がってきたら捕まるんだよ、これ絶対。ほら。はい、ダメだ。え、なんだろう、この、あ、これかな。このさ、この遺跡の上からさ、飛び移るとこなのかな。よし、どこだ、どっから来る。こっちか。尻尾は、あ、来た。えい、ダメだよ。全然捕まれないんだけど。気づかれた。ちょっと上から飛び移る作戦やめて、尻尾が上がってきそうな水面にいる。
わビリビリに当たっちゃいそう。わ当たっちゃいそう。当たっちゃいそう。危ない危ない危ない。どこどこ尻尾。あーちょっと位置がずれてた。ここか。あ、痛い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 。あ、飛んで。あ、捕まえて。どう。あ、捕まってる捕まってる。てかこのままじゃ息切れちゃうんだけど。しかも動けないし。ついてるけど、尾っぽに。あ、でも水面に上がってきた。なるほどね。オッケーオッケー、ここ、こういうことね。はい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 。あ、ちょっと待って、もう一回捕まって。あそこに弱点がある。ここね。よいしょ。オッケー、とりあえず無理はしない。よいしょ。オッケーオッケー。あ、電気が消えたぞ。よいしょ。ちょっと待って、もう一回捕まって。ここもダメだな。ここもダメだな。もうちょっと前行こう。あ、やばい、また潜る。感電するけどね、普通水中だったら。よいしょ。オッケー。けど結構叩く箇所があるんだな。また潜っちゃった。ちなみに水中ではさせない。うん、ダメだ、捕まることしかできない。あれ、てか BGM がさ、おとなしいモードになって、あ、てか、あかんわ。ちょっと待って、息ができない、息ができない。やばい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 、早く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 。はぁ、危なかった。なるほどね、もう一回やれってことね。もう一回尻尾誘い出しからやれってことね。これちょっとここで待ってたらどうなの。ちょっと泳いでいつもずらすからさ、捕まりにくかったんかもしれん。あ、痛い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 けど、ここで待ってよ。あれれれれれ、来た来た来た。あ、やっぱ待ち受けでよかったんだ。あと1本だ、あと1本。オッケー、 BGM 変わったわ。息大丈夫、息大丈夫。あー、上がってくれ上がってくれ。呼吸がやばいやばい、呼吸が。あー、危なかった危なかった。また潜るのか。オッケー。さあ、じゃあちょっと一番前の、おっと、さっきよりなんか潜る頻度が高くなってるな。よいしょ。一番前まで行きたいよ。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ光るんやけど。オッケー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 。よいしょ。あれ？ああ、え？間違えた私場所。え？刺さんない刺さんない。ここじゃない。あー、やばい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 。ここ赤くなってんじゃん。痛がるだけじゃん。前か。あ、痛い、やばいやばい。あっ、 HP が。あっ、なんだよ。なんだお前は。死んじゃう。あ、ダメだ。なんかすごい時計の針の音が鳴ってる。ちょっと待って、一回引く。ここもう刺さらんもん。え、 HP 回復しないのかな。じゃあのね、バチバチを止めんといかんわ。先にちょっとあの、やっぱ水に入るとバチバチくるから、安全な時しか近づいちゃいかんわ。ちょっと遠くから、この範囲ならまだ大丈夫だから。
ビビりすぎ、ビビりすぎ。ちょっと待って待って。いや、ビビりながら行った方がいいね、これは。でも危ない。あと一撃で死んじゃうから。ダメじゃん、ダメじゃん。ダメだ、飛べ、飛べ、飛べ。危ない。さあ、行くぞ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。あ、止まった。やっと止まった、もう。あ、離されちゃう。危ない危ない。あ、何そのフェイント。え、私どこ。よいしょ、オッケーオッケー。あと一撃だ。いけ、オッケー。ふう、今回危なかったね。バーン、あれ、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 もう本当やだ。さあ、これで7体目からもう折り返し来たでしょう。次の相手は森深く桶の底に閉じ込められた尾っぽ、壁伝う影。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。